まあ、残念ながら普通に流通している雑穀は鮮度管理がされてないものがほとんど、抗酸化力が欲しいのに、酸化した雑穀って抗酸化力がもう落ちちゃってるんで。こんにちは、柏原幸男です。いつも米チャンネルをご覧いただきありがとうございます。今回も YouTube のコメントでいただいたご質問ご相談にお答えしていきます。先日便秘に関する動画を上げたんですけども、そこにいただいた便秘や腸にまつわるご質問、今回まとめて3つご紹介します。それではキッシーお願いします。1つ目読み上げます。お米生活を始めてからひどい便秘になりました。はい、ガーンっていう感じですよはい、ね以上です。コメントありがとうございます。お米生活をすると便秘が改善する、快便になるという方が多いんですけど、まあ、前回は思ったように便秘が改善しませんっていう、まあ、そんなコメントに対しての解説をしたんですが、今回は逆に今まで便秘じゃなかったのにお米生活にしたら便秘になったって、なんでやねんみたいな、ね、のコメントいただいたので、ちょっと解説をしたいと思います。たまにですね、こういう方いらっしゃるんですよ。今まで全然普通に出てたのに、お米生活にしたら逆に便秘になった、出なくなったという、このパターンはですね、結構な割合で腸の動きが悪い人なんですよ。お米は食材としてはですね、整腸作用が高い食材なんです。ですので、腸の環境が良くなって便秘が改善したりとか、腸の状態、腸内環境が良くなるというケースが多いんですけども、でもですね、やっぱ食材の力が発揮されるような状態じゃないとうまく結果が出ないということがありますね。まあ、解決法としては、一つは、しっかりよく噛むっていうことが一つ、それと一気にたくさん食べますと腸が受け止めきれないということがありますので、段階的に量を増やしていくっていうことをしてみていただきたいなというところですね。かなりの確率としてですね、胃腸のこの蠕動運動という、ぐいぐい伸びたり縮んだりする動きがうまく動けていないケースが、そういうふうになるよっていうところですね。前回のお米生活で思うように便秘が改善しないっていう方のケースで多いのは、自律神経との関係が結構多いですよっていうご説明をしてるんですけど、便秘になる原因ってね、本当にたくさんありまして、いろんな影響が関わっているんです。今の腸の状態がどうであるかによってお米生活をした時の反応っていうのも様々です。ですけれども、こういったとこも少しずつこう胃腸の筋トレをして、腸を動かす習慣化をしていくことで変わっていきますので、ちょっとね、諦めずに前向きに取り組んでいただけたら嬉しいなと思います。で、このタイプのケースは食物繊維を増やすことがプラスのケースもあります。自律神経の問題で動きが悪い人は、食物繊維を増やすと逆に詰まってしまってうまくいかないケースがあるんですけども、この方の場合、こういうケースは、白米だけではなくって、少し雑穀とか玄米を取り入れるっていうのも一つなんですが、玄米だとこれまたね、消化がちょっと悪くてうまくいかず詰まってしまうことがあるので、ちょっとね、どんなものが体に合うかをやってみていただけたらなと思うんですが、特に気をつけてほしいのは、よく噛む、咀嚼っていうところが、こう胃腸の筋トレをする時の改善ポイントになりますので、やってみてください。次のコメントですね、2つありまして、続けて読ませていただきます。はい。干し麦、オートミールを食べるとお腹が張る、そういう人はどうしたら良いでしょうか。穀物の不溶性食物繊維に弱いかと、というコメントをいただきました。続いてですね、先生のご年齢を聞いてびっくりしました。本当にお肌綺麗ですし、姿勢も良いし、憧れます。私もそうなれるようお米生活楽しみます。質問です。私も腸があまり強くなく、玄米やもち麦を食べるとお腹がぐるぐる鳴ってしまうのですが、そういった場合におすすめの雑穀はありますでしょうか、という2つのコメントをいただきました。コメントありがとうございます。どちらも腸の状態とこの穀物の関係性っていうところなんですが、やっぱりね、腸の動きがあんまり良くない時に食物繊維が多くなりすぎると詰まっちゃうケースがあるんですね。
先ほどはつまんない人もいるよって言ったんですが、この方の場合はつまりやすいのかなっていうところです。お腹が張るという症状がある場合は、うまく腸が動いていなくて、お腹の中で食物繊維がガスを出しやすくなっている状態ですね。でこれも、動きが良くないっていうケースなんで、胃腸の筋トレをしっかりして、少しずつ動きを良くしていくっていうのが改善方法で、穀物の食物繊維が合わないんじゃないかって書かれてますけど、今の状態だと合わないですけど、動きが変わってくるとまたね違ってくるんですよね。押し麦とオートミールでお腹が張るって書かれているんで、実はねその種類によるものもあるかもしれないなっていう感じですね。押し麦って、ちょっと消化されにくいところがあるんで、もうちょっと、消化の負担が少ないもの、同じ麦でも、押し麦にしてない丸麦っていうものだったり、もち麦っていうのもありますけれども、ここね、種類を変えて見るっていうのは一つかなって思いますね。オートミールも意外と日本人合わない人がいたりして、お腹が張るっていうのは消化排泄がうまくいってない、腸の動きがうまくこうね動けてなくてガスが発生しているのはあまりいい状態ではないので、種類を変えてみるっていうのがポイントになっていきます。続いていただいているコメントにもね似たようなのがありましたよね。玄米とかもち麦だとお腹がぐるぐるすると、やっぱこれも腸がうまく適応できていないっていう状態なので、腸の状態が改善してくると食べれるようになるケースもあるんですけれども、今の状態だとうまく受け付けられてないから変えた方がいいかなというふうには思います。消化力が追いついてない一つの原因は咀嚼不足ですね。なのでもう少しよく噛んでちゃんと消化した状態で腸に入っていくことで変わってくることがあるかなとは思います。なので、どちらのケースもまず腸をこうしっかり動かすためには咀嚼をより意識してやっていただくっていうのが一つの改善策になります。あとは雑穀の種類を変えるっていうところで言うと、もち麦もねやっぱ合う人と合わない人がいらっしゃって、もち麦が合わないタイプなのかなともありますんで、ちょっとこう変えてみる。雑穀とかはですね、私がおすすめしてるのは複数の種類を同時に摂るっていうことなんですね。もち麦だけとか押し麦だけとか、こういうね単品使いではなくて組み合わせなんですね。組み合わせることによって改善しやすくなるっていうケースはあります。あとは雑穀自体の品質にも結構差がありまして、例えば同じ、もち麦でももうちょっと品質がいいもの、鮮度がいいものにすると腸の反応が変わるとか、ここはね何が原因かって難しいところなので、試してみるっていうのが一番いいところではあるんですが、種類によって反応は変わってきます。雑穀の中で、消化不良が起こりにくい雑穀として代表格は粒が小さい種類なんですね。アワ、ヒエ、キビ、こういう小粒の雑穀は、こういった消化不良が起こりにくい、胃腸に優しい雑穀というふうになりますので、まずはそういうものから使ってみるっていうのも一つの方法になります。でもう一つは鮮度ですね。雑穀がやっぱりいいものだと本当ねびっくりするぐらい体の反応って変わったりします。そこで、以前は私は市販にあるいろんな雑穀組み合わせってどうやったらより良くなるのかとか、それでうまくいかない人たちが受け入れられるのかっていうのを調べまくって試しまくったんですけど、ある時そうか、雑穀の種類だけじゃなくて、品質がすごく影響してるんだなっていうのを、もうやっぱりうまくいかない人たちをサポートしていって発見したんですね。そこでじゃあどんな、クオリティのものならちゃんと体が受け取ってくれて反応が変わるのかっていうところを追求したら、やっぱりですね鮮度がいい、酸化してない雑穀っていうところだったんです。残念ながら普通に流通している雑穀は鮮度管理がされてないものがほとんどなので、胃腸の状態がいい人はそういうの食べても別に不調を感じなかったりするんですけど、そういうもので
ガスが出るとか詰まってしまうというふうに思ったようにいい結果が出ない場合は、ちょっとね、品質をいいもの、せっかく食べるなら結果が出るものに変えてみるっていうのを一つの方法じゃないかなと思います。まあ、そういうものを自分でこだわって選んでいただく、探していただくのは一つの方法としてありますが、まあ、どこのがいいかわからないっていう方は、よかったら私が自分自身も食べ続けている、そして、まあ、皆さんにこう、ね、結果を出してほしいと思って監修しているマイコクさんの雑穀ブレンドを試してみていただけたらなと思います。その中で言うと、まず胃腸機能を改善したいっていう方には五穀の体質改善ブレンドっていうのがファーストチョイスとしておすすめなんですが、腸の消化機能が落ちてるっていう方はまず入門編としてアワとかヒエとかキビをバラバラで取ってみるっていうのも一つです。で、いろんなのが混ざってると何が自分に合わないのかが分かりにくかったりするので、まあ、一つずつ試しながら、あ、泡は大丈夫、冷えは大丈夫、あ、でもこの種類だと合わないなっていうのが分かりやすくなりますので、自分に合うものだけを合わせて自分でブレンドするっていうのも一つの方法になりますので、そんな風にですね、体が変わっていけば何でも食べられるようになりますので、ちょっとね、雑穀はそうやって、チョイスをしてみていただけたらなと思います。質問です。はい。例えば糖質制限みたいに、まあ、食べないダイエットとか胃腸力が弱ってる状態の時に雑穀って取り入れた方がいいのか、それとも最初はあの白米だけにして、こうできるだけこう胃腸の負担を少なくして始めた方がいいのか、それはなんかアドバイスとかってありますか？もう本当にね、胃腸力だけじゃなくて合う合わないはすごく個人差があるので一概に言えないところではあるんですけれども、まあ、たくさんの人をこうやってこう研究してきて一番基本としてスタートに使ってほしいという雑穀の組み合わせで作ってるのが、あのさっきのマイコクさんの体質改善ブレンドというやつなんですね。それは白米だけで食べるよりか改善は早いケースが多いです。ですけども、まあ、5種類の雑穀がブレンドされているものなんですけども、その中にものすごい繊細な方だと合わないものが入っていたりすると結果が出にくいことがあるんですね。なのでさらにそれでもあれっていう場合はちょっとバラして1個ずつ見ながら体質をチェックしていくっていう方法になるかなと思うんですが、なぜ雑穀の方が改善しやすいかっていうと、雑穀を使っていただいた方がビタミン、ミネラル、食物繊維全般栄養素が上がるということ、それから抗酸化力が高いと体の全体の機能を上げてくれる。で、雑穀自身がいろんな機能性成分を持っていて腸内環境を改善する力とかも高いので、白米だけよりかは早いケースが多いかなというふうには思います。やっぱりこう雑穀のブレンド、いろんなのを検証してきて思うのは、この種類だけじゃなくて品質っていうところを、先ほど言ったように抗酸化力が欲しいのに酸化した雑穀って抗酸化力がもう落ちちゃってるんで、あんまり改善が感じられないっていうところになってくるので、しっかり抗酸化力を保った鮮度のいい雑穀を使うと改善のスピードはかなり変わってくるんじゃないかなというふうには思います。雑穀のこのね、考え方、以前解説した動画があるので、これまたちょっとリンクを概要欄に貼っておこうと思いますんで、参考にしていただけたらと思います。なかなか雑穀の種類による選び方であるとか、この鮮度的な品質っていうところの情報って一般にはないし、見ただけでも分かりにくいので難しいところではあるかなというふうには思いますが、これ食べたからダメだったっていうふうに諦める必要はないかなと思いますし、食べてると体どんどん変わってきて食べられるものが広がっていきますので、一緒に体質改善しながら食べる楽しみを広げていただけたら嬉しいなと思います。ということで、まあ、体の反応って同じもの食べても人によって違うから、なかなかこうね、動画でお伝えしたことをやっても私はダメだったとか私はすごく良かったとか、いろんなケースがあります。ですので、まあ、自分がどうだったかっていうようなこと、よかったらコメント欄で感想とか自分のこう体験のシェアなんかしていただけると嬉しいです。またそういったとこ踏まえて、あ、じゃあこうやって伝えようとか、あ、
ここもちょっと知ってもらった方がいいかなっていうので動画考えていきたいと思っております。お米チャンネルでは食事をより楽しく美味しく食べながら健康レベルを上げ、若々しく綺麗になるということを目指していくための健康にまつわる情報を発信しております。ぜひ一緒にですね、いろいろ楽しみながら実践していく人を増やしたいと思っておりますので、この動画がいいなと思った方は、高評価ボタン、そしてチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。食っていうのは情報キャッチするだけではなく、いかに自分が実践するか、実践して変わっていくかっていうところが大事だと思うんですね。そのための実践のより具体的な方法であるとか、一緒に実践する仲間づくりなど、そういったところを公式 LINE を通じて提供していきたいと思っております。より知識を深めたいという方、楽しく実践したいという方は、ぜひ概要欄のリンクから公式 LINE も登録してみてください。特典もいろいろご用意しております。登録者限定の特別なご案内もしておりますので、よろしくお願いします。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。また見てください。